dance and sing performance on stage. It's about 50 hours. Yeah, best friends. Japanese story. Oh, Japanese story. Three. So, Japanese Bunka Tori, Japan Nike Sport. こちら、ここから今日来ました。入り口で。あ、そっか、離れたら Wi-Fi が。絆。俺と光の絆が。すごいよ、文化もね、結構やっぱね。俺、あなたと同じ会じゃないですか、堀さん。あの完全に多分あの、あっち側のミスですけど、ん、俺と武くんが同じ会のはずなんですよ。あ、確かに。あの、エキスポのスタッフさんもみんな同じ会なんですよ。うん、武くん、追加で撮ったスタッフ屋に壊されてるんですよ。武くん、なんかね、孤立、完全に孤立で。フランス寒くにゃよ。か、カヌレ、カヌレあるってた。え、左なんだけど、左こっち、え、これってか、これはこれじゃん。一回出る、面白いっしょ、こういうの。今帰るわけね、ガチガチに。空も綺麗です。今日俺このためにわざわざあ、こうやっとこっか。このためにわざわざこのあれ買って、このあれスタンド。次なんか公園、ちょっといいところね。あの疑似体験、タクヤとフランス疑似体験。よかフランお土産、それはもうお土産のあれがあるたい、もちろんね。でしょ、うん、すごい、もうほんとたくさん、フランスのマルセイユの方がおるけん。ほんとね、あのフランスのマルセイユはどっちかというと、ほんとこう観光客の方もたくさんおるけど、地元の方がダゴールイメージ。 This, I like this. Oh, of course.ムシャユカ、Thank you! Japan Expo Today's Japan Expo The Isle Performance That's it. すごい、マジでね、意外とね、皆さんがね、ご存知でいてくださってるんですわい。やばくにゃ。今夜よね、だけ8時間後だけ、今9時半とか。あ、まずみんな誰もマスクしてない、マジで。もうバグった、そう、バグったし、あと、あ、そのあくまちゃんありがとう。これ日本でマジでこれバグっちゃ一番やっちゃいかんのは、本当にどこでも外でタバコ吸っていいよ。それがマジで怖いね。てか、あの今回 TGV だっけ、 TGV っていう新幹線で来たっすね、あのパリから。その時とかも、あの乗り場所あるやん、乗り場、新幹線のそことかでバキバキ吸っていいっすね、こっちの国で。分野もちろんある、場所によってある。あと室内は完全禁煙とか、室内はもう日本よりも喫煙、なんなら。何屋さんこれ、お、ピッツァで、できてたピザを買うタイプ。あー、なるほどね。お、なんて言うんだろう、
France go, I can't speak. I can't speak in France. Ah. 今 Marseille?Zara. Oh, Zara. So, I want to buy pants. So, pants and... What is it? That's it. Concept is okay, right? What is it? Steer bags? Yeah, of course. There are pants.いやパンツあるけど、ちょっとね、そう、数間違えた。フランスどんなに普通、パスポート俺も持ってない自分で。光が持ってくれた、ずっと。財布も。1点決めかけたよ、何度も何度も。何度も。リハ前だって決めてた。あ、そっか、リハ前に携帯なくしました、一回。あ、イヤホンも片耳なくしました、一回。はい。ちゃんと、俺がメッシやってるわ、今。うわバリオシャレうわすげえ光おるよもちろん日本からスタッフと計4名で来ます本当はでこっちのスタッフさんもう在住のフランスの方もいらっしゃって結構な大所帯ですわーおすごいショッピングモール来ましたー治安はね決してめちゃくちゃいいわけではないです、うん、駅出た瞬間からやっぱそれ思ってたし、まあ、単独行動は多分できやらん方がいい、うん、ただこうお昼間だし全然今はねすごくいいただ夜ちょっと路地とか入るとちょっと不安な感じはしたりとかはあるけどって感じだねうんすごい素敵な街マジで港町だけどまだシャンプー絶対買うちょっとシャンプーをお店の中で回していいかななんか怒られそうあ、もふもふだ、なんかすごい芝生あ、めっちゃいいんですよでかっボディソープあ、シャワージェルだからボディソープシャワージェルシャンプーどれやろスタッフさんってどれだろうあ、いた。トリートメント? Where is it? Shampoo? Hair? Yeah. Okay. Thanks. これ。わ、無事。でかいっすね、うん、これシなんだろうおアナウンサーさんにどれだろうコピーラーアナウンサーさんにどれだろう
まあ、どれがなんか一番さ、なんかメジャーなやつか気にならん。確かに安パイな日本で言うパンテンはどれ日本で言うパンテンはどれ、やばい。シャンプーの一番小さいサイズをください。それがいいかな。パンテン、パンテンはどれ、爆笑されてます。リンス and the small one. Oh, okay. And where is most popular? Most popular shampoo in black. Tawan is really good one, yeah. But in small size, I think I only have Tawan. Yeah. You have Katsuchi. Okay. Thanks. You're welcome. This is the smallest size.あれだそうです。コンディショナー、コンディショナー、コンディショナーでも大丈夫です。これこれコンディショナー、 yeah, it will be this one. Is this? Yeah. This one or this one? This one? んえ、これこれか。面白いよね、この感じね。あ、俺なんか翻訳されてたやん。白くない。え、白くないですか。お、出た。え、なんか他なんか買ったかなんのあるっけ。シャンプー、コンディショナー、スキルナー、あれボディーソープで使える。え、これ石鹸？石鹸。ダゴシャレ。メイク落とし。メイク落としは持ってきました。今回。これすごい。え、トロピカル。有名なの。いや。じゃあ、トロピカル。めっちゃいい匂いする。顔。え、入浴剤の匂いします。え、めっちゃいい匂いするこれ。やって、これやばいです。これやばいです。あんまいい。え、やば。めっちゃ高いですこれ。うわー、めっちゃいいよ。え、どうでしょう。これめっちゃいい。まあ、こっちも出た。で、始めました。始まりました。張り合ってきた。面白いでしょ、こういうの。こんな機会ね、いわけね、普段ね。ね、I visit in France。充電やばい。これかか、あ、光、財布ください。お守りされてるので、自分では財布を持たせてくれませんでした。ほら。You need a bag?あ、Yes.Yeah. Mm-hmm. Sorry. Yes, Kaita. Yes, Kaita. Is it? え、ちょっと外ブラブラしてていいですか？え、yeah. Oi. Oh. Open it. Wi-Fi 持ってきます。Yeah. In France. 最高ですね。ちょっと座っちゃおう場所。うわ、すごいよ、ほら。うにゃ。ジュジュジュ。大丈夫、外おるけん。みんな来ます。俺迷子になったやべえね、これ滑稽でした。え、俺熊商、え、商業か、商業か、うん、なあ
ね。お台場もっとここに。わお。ザラ？ザラある。おにぎりまだ食べとる。あんたこっち来て。そうつたいね。Yeah, I'm lonely. Yeah. Just now. フランスで驚いたこと、驚いたこと、夜コーヒー飲まん。夜コーヒー飲まんで、なんかショット飲みます。ショット。要は、なんか日本でいうお茶飲むみたいな感覚でショット飲む。とか、あった。あとコンビニない。コンビニないっつって。コンビニがない。ちゃんと寝れた、めっちゃ寝れた。そう。ケガさんの動画好きで、Thank you。そうだ、でもなんかコーヒーはもうブレイクファーストみたいな感じらしい。そう、ショットガン。そう。今？いや、今はアフタヌーン。物価めっちゃ高い。やばいよ。もう、1ユーロ140円とかだっけ。そう。そう。フランス？マルセイユは、昨日ね、こっちの、今回のエキスポの方にご飯連れてってもらって、そう、ニョッキ食べた、ニョッキ。で、その昼はパリ行って、そう。I went to Paris, so visit about 3 hours. Yeah, so 3時間ぐらいおって、そうでちょっと観光して、ペンネはね、なんか、なんつったらいいの？なんか日本人は好きそうな味しちゃったわ、結構。天気ね、明日から明後日がなんか雨らしいっすよね。そう、maybe rain。ドビーでございます。あれ好きって俺。あれ好きなんよ。本当にトックンさんの動画マジ好き。あ、ありがとう。ゆうこちゃんにお土産買っていこうかなと思ってる。うん。海外の香り、ああ、まあ自分からもする香水のあれで。外だから、これ今外おるけん、半外みんなまだ買っとらんか。いや、ほんとはもう今ここはちょっと厳しいけど、すぐ外行ったらタバコ吸えるけ行きたいんやけどね、ちょっとあれだけ。ほんと Wi-Fi あってよかったよね。 Wi-Fi なかったらね、これできんけんね。パン屋台か、うん、味ちょっと薄い。そう、でも俺の結構舌には合う。俺酸味系だが好きだっけ。バイバイ感謝。ラーメンあるよ。ラーメン屋さん、エキスポのとこにありました。そう、ゆっくり休めた。もう一日じゃに、おっとね、マジレス、あ、垂れた。マジレスね、48時間、あれせんかった、ね、こうやって横にならんかったっけ、ね、そう、アメリカ、あ、じゃあ、フランスではね、おにぎりすごい有名。そうで、曲もそれでみんな知ってくれてる、おにぎり。すごいよ。でも本当、いつもの特典会って感じで、フランスの方が、バーって並んでくれて、時間いっぱい。並んでくださいました、うん、昼は昼、今時差が。アブダビはすごく素敵な街、さすが中東一とも呼ばれる空港なだけある。アブダビはすごく素敵な街、すごいでした。日本人は合わんねえ。お、買った翔平のお土産。お、翔平のお土産。何？あ、石鹸欲しかった。
おのおの買う、俺まとめて買った方がいいんかな。なんか聞こ、なんか誰かさ、メンバーに聞いとって、あ、メンバーにさ、LINE しとってって言っといて、俺に欲しかったら、なんかそう、俺あんま聞けとらんけん、お願い。日本のフランス、マルセイユ、マルセイユです。石鹸、俺が買った石鹸は、はい、パラディソ、パラディソ、パラダイソ、パラディソ、パラディソ、トロピカル、トロピカル、めっちゃいい匂いこれ。フランスの石鹸エグいっすね。めっちゃいい匂いする。TikTok ライブ初めまして、どうも。 I was in France 今フランス in Marseille。 ヒゲ剃りました。明るいどう、みんな。そうよね、今夜さ、みんな見よるけ変な感じするぞ。あ、財布渡しなかった。そろそろ、そろそろ。また明日もこの時間なんかできたらしちゃうけどね、うん、ちょっと一回ここからガチで真剣に買い物するわ。あとエアポッド、みんな預けました。預けた俺のだ。知らねえ人のエアポッド。あったかい。いや、ビアでも来ちゃうよ、もちろん。MC 熊本弁絶対通じん。結構ね、サイン会とかちっちゃい子とか来てくれたよ。そう、ケイズも来てくれて、その時思ったけど、やっぱちっちゃい子はね、英語もまだあんまりこう勉強多分してから知っていく感じだけん、そう、結構通じんね。光がお洋服屋さん入ってた。日本食食べてない。ちょっと服買って、まず最終日着れたらいいなぐらいな感じで、そう、で考えてる。あとはちょっとパンツ買いっちゃうけどね。もしかしたら後で一曲俺の曲をライブするかもしれないんで、その時よかったらまた TikTok ライブじゃ多分あれになるけん、インスタライブかな多分。もしかしたらするかもしれないので、インスタとツイッターぜひフォローしといてください。フォローしといてください。ダンス&ボーカルグループブラックアイリスで、普段活動してて、今シンガーソングライターで、3月8日にメジャーデビューするんやけど、それの今、お仕事でフランスで今回ライブをしてます。あと1時間半、2時間後くらいかな、約やるので。あ、TikTok もお願いします。なんか、俺ね、まじ染まるつたい場所来たら。そう、てか順応せんとね、俺慣れきらんけん、急に買いきらんけん、そう、変な感じになる。戻ったら普通になるけん、速攻で。フランス語の、そう、フランス語で歌えんけん、そう。ナウの拓也でした。ちょっと今からおよくば見てくるけん、また明日多分するかもしれん。で、TikTokインスタグラムで、後でライブするかもしれんけ、よかったら見てください。ちょっと俺買ったことが気持ち悪い。やべやね。はい、ならんね。あ、結構マジで面白い、いろんな TikTok あれここお届けできると思うし、 Vlog もね、ありえんぐらい撮りたか撮れとるけ、マジ楽しみにしとって、そう、お楽しみに。ならね、バイバイ。